おはようございます。ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。本日は建設局関係で付託議案3件の審査及び報告1件の聴取を、次に都市計画局関係で報告2件の聴取及び陳情3件の審査をそれぞれ行うことといたします。なお前回の委員会で都市計画局に要求いたしました資料は議員団室に送付いたしておきました。以上ご了承願います。それでは初めに建設局関係の付託議案の審査を行います。議第262号264号および265号京都市緑化公園管理基金条例の一部を改正する条例の制定について、他2件以上3件を審査いたします。審査は議案についての説明を一括して聴取した後、関連する議案ごとに質疑を行うことといたします。それでは理事者説明願います。山本建設企画部長、着席して説明してください。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは建設局からご提案を申し上げたります。議案につきましてご説明を申し上げます。平成31年2月市会議案説明資料括弧平成30年の分ナンバー1の冊子をご用意願います。議案説明資料平成30年の分のナンバー1でございます。冊子の中ほどより後ろ、ピンクの紙の後ろになりますけれども、議の9ページを開き願います。議の9ページでございます。まずはじめに議第262号、京都市緑化公園管理条例管理基金条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。はじめに1、条例改正の趣旨でございます。緑化事業の推進及び都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の管理に必要な財源に充てるため、特市緑化公園管理基金の一部を処分するとともに、緑化事業の推進等に必要な資金として寄付を受納いたしましたので、これを同基金に積み立てようとするものでございます。2の条例改正の概要でございます。括弧の1、特市緑化公園管理基金の処分でございます。都市緑化事業といたしまして、宝ヶ池公園新景観創造事業の植栽などの費用に充当するため80万円を取り崩すものでございます。括弧の2、寄付の受納及び積み立てでございます。上屋加藤造園株式会社様から平成30年11月30日に宝ヶ池公園に桜などを植栽する費用等に充てることを目的として120万円のご寄付をいただき、これを同基金に積み立てるものでございます。括弧の3、別表第1条関係の改正でございます。現在同基金は8053万5932円ございますが、先ほどご説明申し上げましたとおり、処分額が80万円、積立金額が120万円でございますので、同基金を8093万5932円に改正しようとするものでございます。3の施行期日につきましては交付の日といたします。続きまして議の15ページをお開き願います。15ページでございます。議の第264号指導路線の認定についてでございます。今回指導路線に認定しようとする路線は11路線ございます。はじめに本市が京都都市計画道路事業の施行により建設する道路が1路線ございます。次の議の16ページに位置図を添えております。議の17ページでございます。こちらも本市が京都都市計画道路事業の施行により建設する道路の1路線でございます。次の18ページにその位置図を添えております。次の議の19ページでございます。都市計画法による開発行為に伴い建設された道路が9路線ございます。次の議の20ページから26ページにかけまして、それらの位置図を添えております。続きまして議の29ページをお開き願います。議第265号指導路線の廃止についてでございます。今回廃止しようとする路線は4路線ございます。はじめに都市計画法による開発行為に伴い新たにこれに代わるべき指導路線を認定するため不要となった道路が2路線ございます。次の議の30ページから31ページにかけまして、それらの位置図を添えております。
木の32ページをご覧願います。現に道路の機能が失われ、かつ隣接土地所有者から廃止の申請があった道路が2路線ございます。木の33ページから34ページにかけまして、その位置図を添えております。以上で建設局からご提案しております議案のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願いを申し上げます。はい、それではまず議第262号緑化公園管理基金条例の一部改正について、質疑のある方は挙手願います。ございませんか。はい、なければ次に議第264号および265号指導路線の認定について、ほか1件以上2件につきましてはいずれも指導路線に関するものですので、一括して質疑を行うことといたします。それでは質疑のある方は挙手願います。はい、井上委員。道路認定議案の一番最初に提案されてます北線通りですけれども、この橋の新設とその西側の道路拡幅とはセットなのかですね、どうかと、その橋だけというわけにいかないのかどうかということであったり、あるいはその橋自体のその必要性、あるいは、まあ、道路の拡幅ですね、35号線ですか、このあたりのこの必要性というか、公共性というか、あるいはその橋と道路の拡幅との関係なんかについて、ちょっとご説明願いたいと思うんですが。西道路建設部長。はい、北線通りの橋の必要性でございます。北線通りにつきましてはですね、都市の、骨格を形成する都市計画道路ということで、唯一この橋梁の部分が未整備な区間となって、橋梁とそれから西側の各部分が未整備な区間となっております。ここをしっかりと完成させることで、左京区の皆様、特に、高野川左岸の皆様からの区役所へのアクセス、それと、広域的なネットワークの充実ということで、非常に道路機能が強化されますという効果を持っております。そしてまた連続して歩ける歩道ができるということもございまして、非常に効果の高い道路で整備でございます。一方ですね、新たにまた耐震基準を満たした道路が架かるということ、橋が架かるということでございますので、災害の防災拠点であります左京区役所コアとした、緊急輸送道路とか避難を行うルートも確保できるという部分で、非常に効果のある整備区間であると認識しております。以上でございます。井上委員。土地収用というのは、僕は本当最悪の最悪というか最後の手段という、ケースだと思うんだけども、この事業認定等のこの経過というのは今 どこら辺までどうなっているんでしょうか。西部長。はい、土地収用の経過でございます。土地収用につきましては、昨年、3月に収用採決申請を収用委員会の方にさせていただいております。その後、収用委員会の方で、6月に第1回審理から7月に現地の調査、そして、10月には第2回の審理が開催されております。今後第3回の審理は開催されないと聞いておりますので、今後、主要委員会におきまして建物の調査がなされた後に、採決がなされるものと想定いたしております。以上でございます。井上委員。なんていうかね、収容撤却事業ということは、これ土地計画事業であったらもうイコールそうなるということなんでしょうかね。土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものという前提があると思うんだけども、判例ではその環境的な評価なんかも適格事業であるかどうかのね、要素に加えるべきだっていう判例なんかもあるように聞いとるんだけれども、このあたり全部議論が尽くされた上での事業という位置づけなんでしょうか。このあたりちょっと経過をもう一度ご紹介願いたいと思いますが。西部長。はい、収容委員会におきましては我々都市計画事業としての必要性をしっかりとご説明させていただきますし、当事者としてそこは説明をさせていただいております。最終的な採決はですね、収容委員会の方でなされるものでございますので、これ以上のご説明は控えさせていただきます。井上委員。
まあ、僕は100歩譲って任意買収でね合意の上でということであればね、それはまあ納得と合意の上でということであればそれは良かったかもしれないけれども、やっぱり土地収与っていうのはやっぱり最後の手段というか、まあまあ言葉は悪いかもしれない、強権的な要素も含まれている方法ですから、まあ、僕はあくまでもやっぱり合意と納得づくでね、慎重に進めていただきたいと、このことを改めて求めておきたいと思います。以上で終わります。はい、他にございませんか。はい、なければ以上で付託議案に対する質疑を終わります。次に今後の無電柱化の進め方実施計画案についての報告を聴取いたします。理事者報告願います。岸本道路建設部事業促進担当部長、着席して報告してください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは今後の無電柱化の進め方実施計画案についてご報告をいたします。お手元のまちづくり委員会資料をご覧ください。京都市では風情豊かで歴史的な街並み景観の保全再生、都市の防災機能の向上、安全で快適な歩行空間確保等を目的として通りから電柱電線類をなくす無電柱化に昭和61年度から取り組んでおり、平成30年12月には無電柱化をさらに推進するために長期的な整備方針となる今後の無電柱化の進め方を策定いたしました。そしてこの度今後の無電柱化の進め方の考えを踏まえ、今後おおむね10年間で整備を目指す道路をお示しする実施計画案を取りまとめましたのでご報告させていただきます。それでは別紙今後の無電柱化の進め方実施計画案をご覧ください。なお参考資料といたしまして、平成30年12月に策定した今後の無電柱化の進め方概要版を合わせて添付してございます。実施計画案の表紙をめくっていただいた1ページの図1、実施計画の位置づけをご覧ください。まず平成30年12月27日に策定した今後の無電柱化の進め方は丸1基本方針、丸2無電柱化を行う整備対象道路の考え方、丸3無電柱化の推進に向けた具体的な取り組みを示しております。このうち丸2無電柱化を行う整備対象道路の考え方に基づいて今後おおむね10年間で整備を目指す道路を示したものが実施計画となります。なお実施計画は図の2に示す通り、これまでの6期にわたる計画を継承していくもので第7期計画として位置づけられます。今後の無電柱化の進め方及び実施計画については本市の財政状況及び社会情勢の変化や取り組みの進捗状況を考慮して適宜見直しを行います。2ページに今後おおむね10年間で整備を目指す道路の 2-1 選定方法をご覧ください。選定方法のイメージにつきましては図の3でお示しをしております。重点的に整備を実施する整備対象道路の中から下段に記載しております箱書き内の考え方に基づき今後おおむね10年間で整備を目指す道路を抽出いたします。3ページ 2-2 目指すべき10年後の姿をご覧ください。丸1景観の保全再生の観点でございますが、眺望景観創生条例に基づく視点場で電建地区、界隈景観整備地区および歴史的景観保全集計地区、これらの地区における無電柱化の着手率を 70% に向上させます。また京都らしい市街地景観を残す歴史的都心地区内の災害路において、東西および南北の複数の道路で無電柱化に着手し、地域のシンボルとなるような景観形成に向けた道路整備については4路線以上の整備を目指します。丸2防災の観点でございますが、災害時における防災拠点へのアクセス向上を図るため整備延長で 45km、 幹線道路における無電柱化のネットワークの構築を目指してまいります。
3、安全円滑な交通確保の観点でございますが、道路のバリアフリー化による歩道拡幅と無電柱化の同時整備によって 5.2km の安全で快適な歩行空間の確保を図ります。 2-3 今後の展開をご覧ください。無電柱化は完成まで長期にわたることから、今後おおむね10年間で整備を目指す道路を選定するにあたり、現時点で事業の課題解決に向けて一定の目処が立っている箇所を平成31年度から33年度までの早期に事業着手予定の道路に位置づけ、無電柱化の推進を図ります。具体的には地域住民の皆様方と無電柱化に関する勉強会、地上機器の設置場所や現地の課題を確認する街歩きを実施するなど、地域住民や電線管理者との合意形成がおおむね整っている、または整う見込みが高い道路、地上機器設置に一定の目処が立っている道路を選定いたします。またその他の道路については、現時点での候補となる道路を選定し、具体的な着手時期を検討していくこととします。なお現時点で実施計画に選定されていない道路であっても、今後の無電柱化の進め方の考え方に合致するものは適時実施計画に追加することも可能といたします。次に4ページ、2-4、個別道路の選定をご覧ください。1、景観の保全再生。2、防災。3、安全円滑な交通確保の3つの観点から選定をいたします。1、景観の保全再生。良好な都市景観の創造に資する道路についてご説明いたします。番号1から10までの10路線は第6期計画からの継承となっている道路です。新たに選定した道路については11以降の14路線となっております。眺望景観創生条例に基づく支点場等の道路、伝統的建造物群保存地区を代表する道路、界隈景観整備地区を代表する道路、京都らしい市街地景観を残す歴史的都心地区内の道路から選定しております。次に2、防災機能の向上に資する道路についてご説明をいたします。5ページの方をご覧ください。番号1から4までの4路線は第6期計画からの継承となっている道路でございます。新たに選定した道路については5以降の8路線となっております。なお11および12については1、景観の保全再生に計上しておりますが、広域避難場所である二条城を取り巻く道路となっており、再計をしております。次に3、安全円滑な交通確保についての道路ですが、バリアフリー化と同時整備を図る道路は番号1、2の路線でございます。なお番号1については2、防災の計画路線として計上している路線を再計しております。なお下段の米印に記載しておりますように、その他の道路についても道路整備や市街地整備など他事業と同時に実施することにより、経済的かつ効率的に無電柱化が図れる道路については随時本実施計画に位置づけてまいります。ご説明した今後10年間で整備を目指す道路については、6ページに一覧表を掲載するとともに7ページに箇所図を掲載しております。6ページの一覧表をご覧ください。景観の保全再生の観点から選定した道路は整備延長約 10km、 防災の観点から選定した道路は再計分を含めて整備延長 10km、 安全円滑な交通確保の観点から選定した道路は再計分を含めて整備延長約 2km、 再計を除き合計いたしますと合計34路線約 19km となります。恐れ入りますが、それではまちづくり委員会資料にお戻りください。 2の今後の予定でございますが、実施計画案の策定および公表につきましては3月下旬を予定しております。今後の無電柱化の進め方、実施計画案についてのご報告は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。ただいまの報告について何か質問はございませんか。下村委員。
よろしくお願いいたします。昨年の10月19日のまちづくり委員会でも、昭和61年から始めた無電柱化事業、その始めた理由、云々、予算、コスト、経過を含めて、いろんな質問させていただきましたけれども、ただいまご報告いただきました案件についていくつか改めて質問したいと思いますので、よろしくお願いします。まず今後の無電柱化の進め方、実施計画、第1期から第6期の経過を踏まえた第7期計画に位置づけられたというようなご報告をいただいておりますけれども、どんな事業でもそうですけれども、直近であるこの無電柱化の方も第6期計画はどのような進捗状況であったのかというのを改めてご報告いただけますか。岸本担当部長。はい、第6期計画でございますが、計画延長 18.6km ございましたが、完成したキロ数が 6km、16路線で整備を完了しております。平成30年度の末におきましては、工事中の路線を含めまして、延長ベースで 40% の進捗となっておるところでございます。下村委員。はい、進捗状況は 40% というふうにお聞きしてますけれども、ただいま説明の中で1期から6期、見てますと、第6期の整備実績が、一番低いように思いますけれども、その進まなかった理由というのは明らかになっているんでしょうか。岸本担当部長。はい、無電柱化の整備には非常に、費用が、かかるというところもございましてですね、整備にあたりましては国の交付金が不可欠でございます。第6期計画を実施している際にはですね、本市の財政状況に加えまして、国費の配当も東日本大震災によります防災減災対策への重点化、これに伴いまして無電柱化事業に対する交付金が落ち込んでおりました。そのようなことから整備実績を上げることが困難な状況となっておったものでございます。ただこれは本市のみならず全国的に見ても同様の状況となっているところでございます。以上でございます。下村委員。わかりました。これは国の方の予算の配当、京都市のみならず全国的な傾向ということを一定理解をさせていただきます。次に今回取りまとめられた今後の無電柱化の進め方、実施計画、これの特徴はこれまでの計画とは異なる点があるのかないのか、そういった観点からご説明いただけますか。岸本担当部長。はい、今回の計画がこれまでと異なる点というところでございますけれども、国におきましては平成28年の12月に無電柱化の推進に関する法律を施行いたしました。これによりまして自治体は国の無電柱化推進計画を基本といたしまして、無電柱化の推進に関する施策についての計画を定めるように努めなければならない、いわゆる努力義務でございますが、そういった規定がなされました。いわゆる法律に基づく計画となったわけでございます。これを受けまして本市の無電柱化推進計画につきましては、これまでの6期にわたります取り組みを継承しつつですね、厳しい財政状況の下ではございますけれども、効率的かつ計画的な整備を進めるために、長期的な整備方針となる今後の無電柱化の進め方を示した上で、今回実施計画を策定いたしたものでございます。長期的な整備方針では、無電柱化を行う整備対象道路の考え方、コスト縮減や市民事業者との共同などの無電柱化の推進に向けた具体的な取り組みなど、本市の積極的な取り組み姿勢を明らかにしている点、これがこれまでとは異なる点だというふうに考えておるところでございます。以上でございます。下村委員。分かりました。これまでと違う異なった点、取り組み内容についてのご説明をいただきましたけれども、次にお伺いしたいのは、今後の無電柱化の進め方について、いわゆるパブリックコメントを実施されておりますけれども、3月の下旬云々というようなご報告いただきました実施計画、これについてはパブリックコメントを実施されようとしているのか、実施されるのか、その点をご説明いただけますか。岸本担当部長。はい、実施計画についてはパブリックコメントは行わない予定でございます。実施はいたしません。実施計画に、計上してまいります個別の路線についてですね、これは事業を進めるにあたっての公平性を確保する必要もあるということから、整備の要望に直結するようなご意見を直接いただくことは避けるべきというふうに考えておるところでございまして、路線選定の考え方についてのみ
パブリックコメントをこの考え方の中で実施をさせていただいたというところでございます。我々重要なインフラである道路の管理者といたしましてですね、都市景観や防災機能の向上、安全円滑な交通の確保の観点、そういった観点の中でその責務を果たすべくパブリックコメントを経て策定をいたしました。今後の無電柱化の進め方の考え方、これに基づきまして実施計画の対象路線を総合的に判断して選定をさせていただいた次第でございます。以上でございます。下村委員。まあ、確かに私もいろんな方々からこの無電柱化についてご要望をお聞きしておりますので、ご説明いただきましたように個別路線を対象にするようなパブコメというのは意見数の多い少ないに、まあ、結果が左右されてしまう、そういう懸念もあるというのは承知をいたしました。道路管理者としてしっかりとした考え方を持って、実施計画の路線が選ばれたものというふうに言って理解をしておきますのでよろしくお願いしたいと。次に安全円滑な交通確保における道路の整備延長ですが、景観の保全再生、そして防災における道路の整備延長より、ごめんなさい、景観の保全再生や防災における道路の整備延長より少ないのではないかというような疑問を持っているんですけれども、歩道の設置されていない道路で電柱が通行の妨げとなる道路は大変多くあるように思うんですけども、その辺の解釈はいかがですかね。岸本担当部長。はい、歩道の設置されていない道路での電柱が通行の妨げとなる道路の考え方でございますが、歩行者の通行の妨げになる電柱のある道路は、歩行者の通行の妨げになる電柱のある道路につきましては、考え方の中でも優先して無電柱化に取り組む道路というふうに位置づけておるところでございますが、市内には歩道のない幅員が 5.5 メートル未満の狭い道路、これが約2600キロメートルございます。これは本市の管理道路の7割強に及ぶところでございます。そこでまずはバリアフリーの重点整備地区内で未整備の特定道路のうち、バリアフリー化事業の整備内容あるいはスケジュールを考慮いたしました上で、歩道拡幅等によりまして地上機器設置場所を確保できる道路を選定したものでございます。以上でございます。下村委員。まあ、京都市の町の特性というようなことから致し方ない部分はあるのかなという気はいたします。次に実施計画の計画期間をおおむね10年とされていますけれども、国の無電柱化推進計画の期間である平成30年から32年に合わせる必要はまずないのかというのが一つ、また他都市では計画策定にあたりどのような期間設定を行っているのか、また計画期間の策定に特段の規定はないのか、合わせてご回答いただけますか。下本担当部長。はい、国の無電柱化推進計画ではですね、平成30年度から32年度までの3カ年を計画期間として設定してございますが、無電柱化推進計画の策定にあたって、国からも通知が来ております。計画の期間については地域の実情ニーズを踏まえて適切に設定しても構わないというようになってございましてですね、特段の規定はございません。本市におきましては無電柱化整備は地上機器の設置場所の調整をはじめとして調査設計に2年、工事に複数年かかります。その後地中ケーブルの設置や電柱の引き抜きに約2年と完成までに長い期間を要することから、実施計画には一定の期間が必要と考えまして、おおむね10年という設定をさせていただいたところです。他都市の無電柱化推進計画の状況でございますが、これまだ策定中の都市も多数ございますけれども、現在把握しているところでは横浜、大阪、名古屋、埼玉、仙台などで計画期間を本市同様10年としているというふうに把握しておるところでございます。以上でございます。下村委員。先ほどご質問させていただいてお答えいただきました第6期の整備のいわゆる一番低かったということです。これ財源見込みということですけれども、この計画の進めることについての財源確保の見込みというのはいかがでしょうか。下本担当部長。はい、無電柱化事業の推進にあたりましてはですね、国の交付金の十分な確保が必要不可欠でございます。
国土交通省におきましては平成31年度の予算におきまして、地方公共団体の無電柱化の計画的かつ重点的な支援に向けて新たに無電柱化推進計画支援事業というものが創設をされております。この無電柱化推進計画支援事業、これを我々もしっかりと活用していくということと、国がこれまで以上に積極的に無電柱化を進めていくという姿勢を示しております。この流れの中で国費についてもしっかり確保していきたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。下村委員。わかりました。最後にお聞きをしておきますが、この無電柱化というのは昭和60年も33年ぐらい計画するわけですけども、なかなか危機と進まない予算の問題、あるいはその地上機の問題、それぞれの問題があると思いますけど、多くの方はやはりこの無電柱化をなくして安全に歩道空間を活用したい、これは永遠の課題でもございます。ただ7割以上が歩道のない街並みということも言って理解できますけれども、今後のこの無電柱化の進め方ですね、それと実施計画を作成した後、京都市におかれてはこの事業をどのように進めていかれるのか、進めるにあたっての改めて決意的な表明も合わせてお聞かせいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。岸本担当部長。はい。無電柱化整備を進めるにあたりましては、多額な整備コストや地上機器の設置場所の確保といったことが大変大きな課題でございます。今後限られた予算の中で効率的かつ効果的に整備を進めるために、今後の無電柱化の進め方の基本方針にもお示しをいたしました。選択と集中による効果的な整備の実施、多様な整備手法の活用によるコストの縮減、市民や事業者との共同による整備の推進に私ども積極的に取り組みまして、世界の文化首都京都にふさわしい品格のある街並みの実現に向けて無電柱化を進めてまいりたいと、このように考えておるところでございます。以上でございます。鈴木建設局長。少し繰り返しの答弁になるんですけども、この無電柱化事業、この間大変多くの繰り越しをしております。というのは事業の進捗にあたって、総体ではご賛成いただけるんですけども、例えば地上機器をどこに置くか、また引っ込み線の関係等々でなかなかその辺の調整がうまくいかずに、事業期間が伸びているということでございました。実施計画の3ページも記載してございますけども、これはやっぱり無電柱化にあたってやっぱり街づくりという観点で、着手前にしっかりと住民の皆さんとお話をし、勉強会でも記載していますけれども、概ね の大きな総意を得た上でみんなで一緒になってやっていこうと、こういうような機運をしっかり醸成していきたいというふうに考えています。それと今申しましたように、起点から終点まで大変時間がかかりますので、やはり、その状況をしっかりと住民の皆さんにお伝えしておかないと、やっぱり代替わりとかご引っ越しとかございますので、その辺も丁寧に進めていきたいと、そのことによって、早期の進捗を図りたいというふうに考えてございます。下村委員。建設局局長も含めて決意表明をお聞かせいただきましたので、しっかりと7期、過去のない進捗状況をしていただくことを、期待をしております。で、最後これ要望だけなんですけども、2-3 の今後の展開の一番終わりに、現時点で実施計画に選定されていない道路であっても、今後の無電柱化の進め方の考え方に合致するものは、適時実施計画に追加することも可能とされています。大きな市の事業は下京区にほとんど固まっているというような、いろんな方からそういうこともお聞かせいただいていますが、この無電柱化に関しては下京区はあんまり参加してないんですよ。祇園町もありの、さまざまな事業もありの、災害もありの、これひがみではないんですけども、やはりこの一番最後の計画にないものでも随時合致するものは実施計画に追加するということが書かれておりますので、ぜひとも地域住民の皆様方、これは下京区だけではないです、京都市民全体のやっぱり安心安全景観あるいは防災ですから、その辺で今後の進め方やってもよろしくお願いをしたいということを強く求めてお話していただきます。ありがとうございます。はい。進行いたします。西野委員。私からは1点だけ、先ほど下村議員からもありましたけれども、安全円滑な交通確保という点でね、この計画が、現況は3キロで
10年後は 5.2 キロだと、たったの 2.2 キロしか増えないんだなというふうに私見たんですけれども、まあ、おおむね10年でね、これを推進するということですけれども、まあ、景観の保全だとか再生、防災、安全、円滑な交通確保、これすべてやっぱり重要だと思っています。ただどんなふうに優先的にやっていくかということの考え方なんですけれどもね、観光地だとか景観の保全が結構優先されているんだなという実感、私これ持ったんですけれども、例えば先ほどもありました、歩道のない狭い道に電柱が立っているというところが2600キロあるんだとおっしゃっていましたけれども、まあ、その中にはこれまでも問題になってました、通学路、もう本当に子どもたちが怖い思いをしてね、通学している、そういう場所の電柱をやっぱりまず自中化して、少しでも安全にしていくという対策、これ必要なんじゃないかなと思うんですが、そういう点の検討はされたんでしょうか。下本担当部長。はい、通学路等を含む生活道路の安全対策ということでございますけれども、まあ、無電柱化事業という側面から捉えますとですね、まあ、この事業多額のコストと、まあ、事業期間が長期にわたるといったことに加えまして、一定の区間、例えば通りから通りまでの間を整備しないと事業の効果が現れないというようなところもございますので、まあ、生活道路について、まあ、局所的に、まあ、電柱が通行を妨害しているといったような部分につきましては、まあ、無電柱化以外の方策がないか、費用対効果の観点も含めて検討していくことが必要ではないかというふうに考えております。またバリアフリー対策というような観点からではですね、もう先生もご存知いただいているかと思うんですけれども、本市におきましてはバリアフリー構想に基づく市内24カ所の重点整備地区におきまして道路のバリアフリー化にも取り組んでいるところでございます。また重点整備地区以外の生活道路におきましては土木事務所等が修繕維持作業などを行う際にできる限りバリアフリー化を図って、高齢者や障害のある方をはじめ誰もが安全で快適に移動できるまちづくりを進めていく必要があると、そういった視点も非常に重要であるということは認識しておるところでございます。以上でございます。西野委員。まあ、そういう点でね、努力していただいているということはよくわかるんですけれども、やっぱり交通、学校ともね、建設局と協力しながら検討を進めていただくということもね、やっぱり一方では必要かなというふうに思ってます。まあ、第五地域ではこれまでもね、旧奈良街道のね、通学路いろいろ問題になってきましたので、そういった点ではそこのところをまず先行させていただけたらなというふうに思うんです。この計画では第五次さんの前だけということになってますから、あそこだけでは、まあ、景観についてはね、良くなるのかもしれませんけれども、それよりもやっぱり子どもたちの安全ということにね、視点を置いていただきたいというふうにも思いますし、ここだけじゃなくって、車椅子が通れない狭い歩行者空間もありますから、その歩道のね、整備をするのと合わせて電柱をなくしていくとかね、そっち側の市民の生活にも重点を移していただけたらなというふうに思います。景観がどうでもいいというわけじゃないんですよ。ただそれだけじゃなくって、どちらを選ぶかといえば、やっぱり市民の暮らし、子どもたちの安全というところにもね、重点をもうちょっと移していただけたらというふうに思うんです。その方がやっぱり無電柱化されてよかったなというふうに市民の皆さんも実感していただけるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひそういった点の進め方、まあ、先ほども下村議員もおっしゃいましたけれども、現時点では計画に入っていなくても検討したいというふうなことも書かれてますのでね、考え方の中で、ぜひそこのところで検討をしていただいて、少しでも市民生活に影響のある、そういう無電柱化進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。下本担当部長。
はい、まあ、先ほどの答弁の中でも少々私述べさせていただきましたが、無電柱化するにあたっては、まあ、地上機器の設置をどこにするかというようなことや、まあ、工事期間が非常にまあ長期に及ぶというようなことからですね、まあ、地域の住民の皆様方との合意形成、これを図っていくことがまず事業のスタートを切るための前提条件ということになってまいります。その上で、まあ、お示しをしております今後の無電柱化の進め方のこの考え方に合致するようなところで、地域の皆様方との合意形成が一定、熟度を持って図られてきたというような暁にはですね、新たにその整備路線に、実施計画の中に、まあ、位置づけていくということも可能にしてまいりたいというふうに考えております。あの生活道路、決して、我々会に見ているわけではございませんので、しっかりと条件が整えば我々も着手をしていく心づもりは持っておるつもりでございます。以上でございます。谷口土木管理部長。はい、先生の方から生活路の安全対策、あるいは通過路の安全対策というようなことでご指摘いただいております。岸本部長から答弁ありましたように、無電柱の中でも、まあ、そういったことについても配慮するのはもちろんですが、我々一番、市民に身近な道具事務所、ここが、生活道路あるいは通学路についてもきちっと市民の皆さんからの要望を受ける、あるいは通学路については学校とか、警察さんなんかと点検もしております。年々土木事務所の予算も増加していただいておりますので、できるだけ創意工夫の中で市民の暮らしの安心と安全、これどう守っていけるか、これからも土木事務所を中心に頑張っていきたい、このように考えております。以上でございます。西野委員。最後にしますが、まあ、これまで、ね、大変努力していただいて、もうこれ以上手がないのかなというところまで、ね、頑張っていただいている、そういうところも私よく分かっているんです。で、地元合意が整えばというふうなご答弁もありましたけれども、それだったらちょっと具体的に1点だけお聞きしたいんですけれども、例えばね、旧奈良街道の大山町より南側のところね、あそこの通学路が大変、問題だということで、これまでもいろんな手立てしていただいてるんですよ。で、例えばそこのところ住民の皆さんにどうですかというような話しかけ、され始めてるのかされたのか、その辺はいかがですか。下本担当部長。すいません、ちょっと個別の箇所についてはすべて私が把握できていない部分もあるんですが、私が把握している限りでは地域の方々からそういった動きはお聞きはしておりません。はい、西野委員。わかりました。そしたら、まあ、地元の方からこういう手立てはないのかというふうな相談があれば、ぜひ相談に乗っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。終わります。はい、進行いたします。井上委員。ちょっと私がさっき最初の説明を聞き漏らしたのかもしれないんですけども、参考資料の概要版の4ページなんですけれども、事業者との共同による整備の推進です。でこれ地中化になると、今電柱の専用料っていうのはもうもらわないことになるのかどうかですね、というふうに、まあ、この4ページには書いてあるんだけど、全額免除というふうに、これはどういう経過になっていくんでしょう。はい、秋山土木管理部、道路防災担当部長。はい、地上にですね、電線電柱がある場合については、これで道路専用料条例によっていただいておるんですけれども、地中化になりましたらですね、これについては免除ということにしてございます。井上委員。そうすると、まあ、先ほど来、まあ、下村委員の方からもですね、財政の問題が提起をされて、報告案件でも、まあ、本市の財政状況等を考慮すると、先ほど来、まあ、国の交付金も積極的に活用せんといかんということも言われているので、まあ、財政問題というのは大きな課題の一つだと思うんだけども、その際、その工事にかかる、地中化の工事にかかる費用に、NTT とか関電さんとかですね、その事業者の分担金みたいなものは どういうふうに考えればいいんでしょうか。下本担当部長。
はい、電線共同庫を設けます場合にはですね、そこに線を収容する電線管理者から一定の建設負担金というものを頂戴をしておるものでございまして、その単価につきましては国の通達によって決まっておるところでございます。また専用企業者におきましては、この電線共同庫事業を実施するにあたりまして、各家庭の引き込み間の引き込み線の設置であるとか、あるいはまた電線共同庫整備後のケーブルの入線、東電ケーブル代も含みます。それと不要となりました電柱の撤去、そういったところで費用負担を願っておるというところでございます。井上委員。まあ、ちょっとその例えば鉄道の線路を高架に上げるときもですね、土地の下の土地の占有割合が京都市になるのか鉄道事業者になるのかとか、費用をどうするとか、まあ、いろいろ国の考え方が示されていることはいろいろ多々あろうかと思うんだけども、僕は国の通達とは言いながらですね、やっぱり京都は京都の京都らしさっていうのはあるという意味では他都市では違う特徴もあるわけだから、仮にですよ、仮に国が事業者にこんだけの負担を求めようっていう通達があったとしても、京都市としてはそれにちょっとプラスアルファしてくれやっていう余地がねあるんじゃないかと僕は思うわけですよ。だからその財政とおっしゃるんであればですね、そこのところをちょっとやっぱり頑張っていただいて、そのさっき一定のっていうことはありましたけれども、一定プラスアルファをやっぱりもっと求めていくような折衝というか交渉というかですね、お互いにまあそのせっかく協議会ですか作られるわけだから、ちょっと僕はその辺も含めて、ご努力をお願いをしたいというふうに思うんだけど、この姿勢というか方向性ということについてはいかがでしょうか。下本担当部長。はい、私先ほど答弁させていただきました各家庭へのその引き込み線の、まあ、設置立ち上げでございますけれども、これはまあ国の通達によりますと、需要家いわゆるお家の方あるいは自治体それと電線管理者いずれが負担しても構わないということになっているところでございます。ただ京都市の場合におきましては、これ結構まあ立ち上げ間微装化したりしてお金がかかるんですけれども、これはもう電線管理者でやってくれということで、これはちょっとまあちょっと押し付け的なところもあるんですけど、そこはもうちょっと無理をしてお願いをしておるというような状況があること、それとやっぱり地元に入っていくときに我々とともに事業者とともに電線管理者も地域の皆様との合意形成を図るべく動いてくれているということ、あるいは直接埋設等の新技術の開発に際しましても当然そこにまあ参画をしていただいているといったようなことで、まあ協力体制はしっかり取れているというふうに認識しておるところでございますし、まあ先生からご指摘があったもうちょっとでもお金出してもらえたらという思いを個人的には私も持ちますけれども、ちょっと今の現行制度の中ではこれが限界かなというふうに思っているところ。井上委員。4ページのね、概要版の4ページの今言ってる部分ですけれども、専用料の優先措置と電線類の専用料全額免除としておりと、まあ、ここまではいいんだけども、電線管理者の取り組みを支援していますと、僕はまあここまで別にへりくだらんかてやね、僕が事業者の立場だったらですよ、専用料は免除されるし、地中化の工事についてもまあ一定の割合だけでええと、まあ、涼しい顔して京都市頑張ってやってねえと言うてたらええというふうにも、まあ、取れちゃうわけですよ。だからちょっと僕はね、押し付けとかおっしゃらずにね、頑張ってぜひ、その分担もぜひお願いしたいという立場で、まあ、頑張ってもらいたいと、それは京都市の財政心配やっていう共通認識があるからこそ激励的に言ってるつもりなんだけども、まあ、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。終わります。他にございませんか。なければ以上で報告聴取を終わりますが、この際建設局に対して質問がある方はただいま挙手していただき、あらかじめ質問内容をお申し出いただきますようお願いします。一般質問、はい、それでは、まず山本委員発言内容、大宮交通公園の再整備についてです。はい、資源委員。
災害に強い町づくりをはじめとする今後建設行政の在り方について。はい、それでは、山本委員、はい、あ、ちょっと待ってください。なお改めて申し上げますが、お申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知を願います。それではもういい、山本委員。はい、大宮交通公園の再整備についてですけれども、まあ、私も毎日とは言いませんけれども、あの界隈はよく通っております。この間ですね、3月11日、都市緑化審議会が開催されて、交通公園の事業者選考についてですね、審議されたとのことですけれども、この事業者からのまず応募状況と、この審議の結果はどうなったかをお伺いしたいと思います。はい、小川みどり政策推進室長。はい、大宮交通公園の応募状況および、審議の結果でございます。委員、ご案内のとおり、今週の月曜日3月の11日なんですけれども、都市緑化審議会の方が開催されまして、大宮交通公園の再整備の事業者、この選定について審議が行われたところでございます。現在の審議会におきまして、各委員からの、ご意見を踏まえた、調整などが、行われている段階でございます。まだ現在答申の方を受領するには、至っていないために、応募者の、数であったりとか、具体的な応募者の名前、それから、詳細な、提案内容なんかにつきましては、ちょっとまだ今お答えすることはできないんですけれども、事業者からの提言につきまして、審議会において審査が行われて、予定の候補者が、選定されているというような現在状況でございます。以上でございます。山本委員。この公園整備ですね、ずっと前からですね、地元も非常に、期待していますし、私も当然期待しているところなんですけれども、これまでの説明ではですね、この公園の内に、にぎわいの施設とか整備されるとのことでしたけれども、この選定、予定の事業者からですね、どのような提案があったとかいうのを、可能な範囲でお教えしていただきたいというのと、とりわけ、地元の関心の高かったこのゴーカートですね、今までゴーカートですけれども、現在のこの公園時の利用なども含めまして、どのような点があったのかをお聞かせ願いたいと思います。小川市長。はい、選定予定の事業者からの提案内容の概要ですけれども、これをお伝えすると、今回の再整備に際しましての私たちが示しておりました要件としておりました自転車の、安全教育の拠点機能、これはいわゆるサイクルセンターというんですけれども、それのほかに、公園のにぎわい施設といたしまして、飲食店舗、それから物販の店舗、これの提案が、ございました。そのほかにはこの広いオープンスペースの公園ということでございますので、このスペースを利用して、イベントなどを行い、にぎわいを生み出していくというような提案もございました。また結構議論がいろいろございましたゴーカートなんですけれども、ゴーカートに関しましては、選定予定の事業者の方からは、今現在ある走路ございますけれども、その走路、これは有効に活用をしていくというようなことと、それと今あるゴーカートにつきましては、継続というのではなく、ゴーカートに代わる乗り物、これを楽しめる公園として、また再整備をしていくといったような提案が出されている状況でございます。ゴーカートに代わる乗り物につきましては、今ちょっと具体的な内容についてはまだお伝えできないんですけれども、公園を利用されるやはり小さなお子様からご高齢の方までのさまざまな年代の方々が楽しみながら、交通ルール、これを学ぶことができるような、新たな乗り物を提供するというような提案がございました。以上でございます。山本委員。わかりました。この間の国鉄式典でもですね、今の交通公園、ぐるり、フェンスで囲まれておりますし、閉鎖的であるということで、今回はよりオープンな公園とした方が良いという意見もあったかと思うんですけれども、
この、まあ、公園の開園時間、などについての関する提案はあったのでしょうか。その点をお伺いしたいと思います。小川市長。はい、公園の開園時間の提案でございます。今現在大宮交通公園、9時から16時30分まで、まあ、開園しているというところでございます。この選定の予定の事業者の方からは一応今のところ24時間、出入りができるような公園にしたいというような提案がございました。これやはり公園ということでございますので、公園は一般的には大体24時間、使えるというようなところでそういう提案があったというところでございます。ただ審議会の中で、まあ、今まで、16時30分で閉じてたということで、まあ、夜間が今度出入りできるように、なるということで、まあ、それに対しまして、まあ、委員の皆さんから防犯面の対策をやはり十分に取るべきであるといったような、まあ、ご指摘も、いただいたというところでございます。まあ、今後、まあ、事業者の方が決定いたしました後に、また地元の方々のね、ご意見の方もちょっとお伺いしながら、また検討の方していきたいというふうに思っているところでございます。以上でございます。山本委員。まあ、改めてですね、今後の予定についてお教え願いたいと思います。小川市長。はい、まあ、今月3月中には、都市緑化審議会から大宮交通公園の事業者、この選定にあたる、まあ、答申の方を、まあ、いただく予定をしております。その答申を受けまして、まあ、4月の早々には、本市が、再整備を行う事業者を決定していくという予定でございます。また事業者決定後、事業者とまた協議を行っていき、公募設置等の計画を認定していった中で、協定の方、これをまた締結することとなっております。その後、まあ、事業者によりまして、公園の再整備が行われるんですけれども、今現在、まあ、9月の末までは今の公園そのまま使えるということで、10月以降になりますけれども、再整備の方が行われて、2021年の、まあ、3月までに再開園をするということで、予定しているところでございます。以上でございます。山本委員。わかりました。まあ、この事業もですね、まあ、ようやくここまで進んできたという感じを受けておりますけれども、やはり、良い計画となるように、まあ、地元の方々の、まあ、ご意見も聞きながらですね、事業者とのよく調整をしていただいて、皆さんが喜ばれる、まあ、素晴らしい公園を整備していただきたいと思っております。まあ、私も3番目の孫が今1歳ですので、この新しくなった公園に連れてきたいと今楽しみにしております。よろしくお願いします。以上です。はい、進行いたします。鈴木局長。この大宮交通公園、都市公園法が改正されましたパークピエハイの第1号でございます。必ず、これ成功に導くと。成功に導くというのは何かと言いますと、市民の皆さん喜んでいただけるというふうにございます。事業者としっかりと話を詰めまして、愛される公園に、していきたいというふうに考えております。はい、これに関連して質疑ございますか。よろしいですか。それでは、資源委員。はい、はい、私からは災害に強いまちづくりをはじめとする今後の建設行政の在り方についてお尋ねします。早いもんです。平成31年度も終わりを迎えようとしております。本日が理事者の皆さんにとって実質的な最終の委員会となります。振り返れば、今年度は多くの自然災害に見舞われた1年でありました。その中にあっても、本市においては尊い人命が失われることなく、被害も最小限に食い止められています。これは京都市のこれまでの防災対策が功を奏した面も大きいと思っております。とりわけ土木事務所をはじめ、防災減災対策の最前線に立つ建設局のご尽力には心から敬意を表します。災害防災災害といえば、土木職のトップとして防災減災対策の陣頭指揮を取ってこられました大西局長が今日で、退職を迎えられます。今月で退職を迎えられます。大西局長は緑政策推進室長、土木管理部長などの要職を務められ、京都水族館のオープンや密化隊の導入など数多くの華々しい功績を残してこられました。
今後の建設行政は厳しい財政状況や限られた財政の中で多くの課題に対応していく必要があります。そのような中で長年積み上げてこられたご経験を踏まえ、ここでご所見をお聞きし、今後の糧にしたいと思っております。今年度は渡辺部長、西部長、小川市長も定年を迎えられることであり、議員生活の中で苦楽を共にしてきた私自身、本来であれば皆さんからお言葉をいただきたいところでございますけれども、しかしながら限られた時間の 中ではそれはできませんので、定年を迎える皆さんを代表して、大西局長からこれまで以上に難しい舵取りが求められる今後の建設行政の在り方についてご答弁願います。大西土木技術防災減災担当局長。はい、茂先生におかれましては、大変、長い、間一緒にお仕事をさせていただいて大変感謝しております。で、なおかつ本日委員会の貴重なお時間を、頂戴、させていただくことを大変感謝をしております。建設行政一般となりますと少しちょっと荷が重いので、私の職名でございます防災減災対策について少しばかり所見を述べさせていただきたいと思います。京都市が明治以後人口30万人ぐらいの規模から今の147万人の都市に成長していく過程で、いわゆるその、都市システムといわれるものは一定充実をして、防災減災機能はかなり向上してきていると私自身は考えております。いくつかそのお話をさせていただくんですけど、まずは下村先生よく委員会でもお話しされているフェールセーフという機能でございます。フェールセーフというのは日本語の訳がないのでちょっとぼやっとしてるんですけども、フェールセーフというのは遮断することだと思います。家の ブレーカー、電気のブレーカーは過大な電流が流れないようにそこで遮断するために、まずブレーカーでもう電気を落としてしまう、そういうシステムがその都市システムの中にもありまして、それは我々が大雨が降った時に道路を例えば200ミリ降った時に道路を止めてしまいます。これは一つのフェールセーフだと思いますし、大きな揺れ、例えば震度6があったら例えば地下鉄を止めるとか、そういうのも一つのフェールセーフだと思います。そういうものが都市の中にはもうしっかり組み込まれているということでございます。もう一つは強靭化を進めてまいりました。阪神淡路大震災の後、建物がいろいろ倒壊する、橋梁が壊れるというようなことがありましたので、それについてはしっかり、程度 その揺れがあっても大丈夫なように設計の指針を国が見直しまして、どん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 強靭なものになってきております。それと、施設の多機能化ということも進めております。先日、茂先生、山岸委員長にもご出席いただいた七瀬川の遊水地でございますけれども、普段は公園として利用されていて、大雨の時には遊水地になって水を下流に流すことを少し遅らすと、そういうふうな機能があるように設計もしております。次にこれもちょっとまた横文字で大変失礼なんですけども、フォルトトレランスという機能、これも直訳で言いますと失敗に寛容な、トレランス寛容ですので失敗に寛容なシステムということで、多重の安全装置ということかなと思っております。桂川の例を取ってみますと、上流に広志ダムがございまして、
7月の豪雨の時には、4400万リューベを一時貯留しました。そして、大雨の時には中小河川は逆流をしますので、一旦紐を閉じて、ポンプで水を借り出すという部分も、今京都市においては、11箇所ございます。で、下水にはですね、最近その流すだけではなくて貯留管というものを大きな必要かなりその流すだけではなくて水を貯めるために大きな管を埋設しております。それは京都市内で50万リューベの水を貯めることができます。現在嵐山地区においては可動式の堤防、大雨の時にだけのみこう、せり上がる、堤防を今検討しておりますし、一ノ井関の、転倒化、大雨の時には一ノ井関をこう転倒するように改良できないかというような検討も今しております。このようにその幾重にもその安全装置が設置されて市民生活が守られていると、守ろうとしている、まあ、そういう今過程かなというふうに思います。さらに最近近年はレジリエンスの、まあ、概念というものを取り入れて検討、それを、まあ、まだ具体化はしておりませんけれども検討を始めております。そのヒントとなるのが昨年の台風21号の渡月橋の高欄が倒壊した事件が、まあ事案がありましたけれども、よくよくあの事案を見ますと高欄は実は倒れたんですけれども部材は実は 99% 損傷していないんです。木組みが外れただけで全体のその例えば割れたとか損傷したとかそういうのはもう一切なかった。ですから10月25日には元通りの姿になって、まあ秋の観光シーズンを迎えられた。これはレジデンスの考え方、例えば復元力を強化しようというその考え方にすごく我々にその刺激を与えるものでございまして、どこかにその弱いものを作っておくことによって全体が守られる、そういうふうな仕組みなのかなと。橋梁に落橋防止層っていうのがあるんですけども、要するに鎖でつないであるんですけども、地震がこう起きても一旦外れてもそれをまだクレーンでつって、しっかりまだ元に戻せるような仕組みにしております。そういうふうなレジリエンスの取り組みも、合わせて我々もしっかり取り組んでまいりたいなというふうに思います。とはいえその実際災害が発生したときにですね、土木事務所が最大の力を発揮できるかどうかっていうのが我々にとって の課題でございます。災害時に誰を優先的に治療するのかというトリアージという訓練ございますけども、それを応用しまして、我々は災害対応トリアージというものをやっております。それは訓練です。それは、ほとんどもう人が出払っていて土木事務所に1班しか残ってない、そこに5件の市民要望がやってきた。その時に我々は、その要望に対してまず一番最初に出動するのかということを机上で訓練をしております。極端な話をしますと、裏山が崩れて家に土砂が流れ込んでいるというような要望が来たとします。その時に、市民 その安全が確保されているのであれば、その区役所に避難所の開設を要望して土木事務所は別の現場に出動すると、そういうふうな訓練をですね、繰り返しまして、実際の災害時に判断を誤らないように今準備をしております。その意味で最低限の直営体制は維持することが必要で、先般のまちづくり委員会におきましても土木保全技術職の その採用についてご報告をさせていただいたところでございます。
今後その災害時においても平常時においてもその土木技術に裏付けされた判断ができる現場で働く職員が必要であると考えておりまして、市民の皆さんへの説明責任が果たせる職員をしっかり我々も育成してまいりたいなというふうに考えております。最後にまちづくり委員会の先生方には大変お世話になりましたが、とりわけ私南部土木事務所の係長と所長の時代からお世話になりました下村先生、大道先生、井上先生にはですね、一方ならぬお世話になって、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。渡辺部長、西部長、小川市長、それに私の4名は退職をいたしますけれども、まちづくりの DNA は後輩にしっかり引き継がれていると確信しております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、資源委員どうもありがとうございました。大西局長をはじめ退職される局長の方々、部長の方々本当にありがとうございました。お体をご留意してまたいろんな方面で活躍していただきますお願いして終わります。ありがとうございました。はい、他よろしいですか。はい、それではなければ以上で建設局を終わります。理事ご苦労様でした。次の都市計画局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います。都市計画局の理事が参りますまでしばらくお待ち願います。それでは都市計画局関係の報告聴取を行います。まずはじめに京都市持続可能な都市構築プラン仮称素案に対する市民意見募集の結果及び同プラン案についての報告を聴取いたします。理事報告願います。吉住都市企画部都市政策担当部長、はい、着席して説明してください。ありがとうございます。それでは京都市持続可能な都市構築プラン仮称素案に対する市民意見募集の結果及び同プラン案についてご報告申し上げます。配布資料といたしまして町づくり委員会資料とプラン素案市民意見募集冊子を添付しております。それではお手元の町づくり委員会資料の1ページをご覧ください。京都市では都市計画マスタープランに基づく都市づくりを進めており、この間これまでの保全再生創造の土地利用を基本としながら鉄道駅等の公共交通拠点に都市機能の集積を図るとともに、各拠点が公共交通等によりネットワークされた暮らしやすく持続可能な都市の構築を目指すこととしております。一方人口減少社会が到来する中、本市においても一定の人口減少少子高齢化が避けられない状況にあることから、持続可能な都市のあり方やその実現に向けた方針を示し土地利用や都市機能の誘導を進めるため本プランの策定を検討してまいりました。この間プランの骨子案に対する市民意見募集の結果、さらにプランの素案についてそれぞれまちづくり委員会に報告させていただいておりまして、この度本プランの素案について意見募集を行い、その結果およびプランの案を取りまとめましたのでご報告をさせていただきます。まず1、市民意見募集の概要についてでございます。
括弧1、募集期間につきましては平成31年1月10日から2月12日までの約1ヶ月間で、括弧2、周知方法につきましては本市ホームページの掲載に加えて市民新聞への挟み込みによる都市計画ニュースの発行、市役所案内書、各区役所、支所等での配布のほか、大学や建築不動産、経済等の関係団体などにも幅広く周知を図ってまいりました。2ページをご覧ください。括弧3、意見募集結果についてでございます。あ、意見数及び意見書数及び意見数でございますが、539通1140件の貴重なご意見をいただきました。い、ご意見をいただいた方の属性につきましては恐れ入りますが1枚おめくりいただき、円グラフのあります資料をご覧ください。1、性別については男性女性がほぼ半数で、2、年齢に記載の通り幅広い年代の皆様から ご意見をいただきました。3、居住地等については市内在住の方が8割近くで、3人以上の世帯の方も多くなっております。恐れ入りますが町づくり委員会資料の2ページにお戻りください。う、ご意見の内訳につきましては中ほどの表で第1章はじめについての意見が53件など記載の通りとなってございます。続きまして、ご意見の内容と本市の考え方につきましては別紙2に取りまとめでございますので、恐れ入りますが別紙2をご覧ください。この度のプラン素案に対する市民意見募集は前回の骨子案についての実施であり、本プランに期待を寄せるご意見を多数いただいております。そこで本プランの素案をベースに一部充実させ今回のプランとしてございますが、その内容は後ほどご説明させていただきます。まず第1章をはじめについてに関する ご意見でございます。括弧1のプランの策定の背景としまして、人口減少高齢化社会に立ち向かうためこのプランで一歩ずつ前進できることを期待するといったご意見や、括弧2プランの役割位置づけにはこのプランを知ることで市民全員の先々の行動につながればよいといったご意見、また目標年次について骨子案では5年ごとのプランの見直ししか書かれていなかったが、今回は指標が示され効果を点検しながら進めてもらいたいとの意見もいただいております。本市といたしましてはいただいたご意見を踏まえ、より多くの市民事業者の皆様とともに京都の町にふさわしい持続可能な都市の構築に向けて取り組んでまいりたいと考えており、今後ともさまざまな機会を通じ本プランの周知に努めてまいります。次に2ページでございます。第2章、京都市の特徴と課題についてでございます。まず括弧1、京都市ならではの特徴としまして、京都は大学、歴史、観光、文化、いろんな魅力が詰まった都市である、京都はブランド力、伝統もあるがクリエイティブ面もあるといったご意見をいただいております。その一方で括弧2、京都市の基礎的課題としましては、まず人口、定住人口につきまして、環境、景観、文化もよく住みやすいのに人口が減っているのはもったいないといったご意見、産業、働く場については大学が多く学生がたくさんいるが就職が先が少ないといったご意見もいただいております。また文化、地域コミュニティについてはコミュニティが薄れていくことが心配、高齢の単身世帯も多いためコミュニティに若い人がいると安心するといったご意見、交流人口については留学生向けの受け入れ可能な施設が少ない、市民と観光客の共存が大切といったご意見をいただきました。このように本プランで示しておる京都市の特徴と課題に沿って多くのご意見をいただいており、京都ならではの特色や強みを守りさらに高めていくとともに、都市の持続性に影響を与えるさまざまな課題に完結策とも連携を図りながら対応し、持続可能な都市の構築を目指してまいります。次に4ページをご覧ください。第3章、プランの基本的な考え方についてでございます。括弧1の基本コンセプトに関することについては、将来の課題に対して町が一丸となって乗り越えていこうとしていることが分かった、市内周辺にもポテンシャルがあふれている、市内全域で魅力ある町づくりをといったご意見をとともに、市街地の縮小という方向も考えてみてはどうかというご意見もいただいております。次に括弧2の基本方針については、基本方針1、都心部と周辺部等の拠点の魅力活力の向上について拠点の魅力は大事である、働く場の確保につながる、拠点での一つの充実が生活にも仕事にも大事といったご意見をいただいております。次に5ページをご覧ください。基本方針に安心安全で快適な暮らしの確保について、若い人が近所にいれば
老人、子どもがお互いに見ることができ安心して住める。日頃から住民が協力して災害に備えておくのが大事なので、住んでいる人が減らないように考えてほしいといったご意見。基本方針3、産業の活性化と働く場の確保については、若い人が中心の町になるには産業をしっかり伸ばすことが大事といったご意見。基本方針4、京都ならではの文化の継承と創造には、京都のブランド性、歴史や文化、観光、大学など京都の魅力を受け継ぎ創造を続ける都市であってほしいといったご意見。そして基本方針5、緑豊かな地域の生活、文化、産業の継承と振興には、山間地の暮らしは農家と共存していくことが大事といったご意見をいただきました。このように本プランでご示ししている基本的な考え方に多くの共感するご意見をいただいており、本市の都市属性を踏まえて京都ならではの持続可能な都市を構築してまいります。また人々を引きつける文化的経済的な求心力を持ち、地域の隅々まで歴史や文化などが息づく本市では単純な都市の縮小の考え方になじまないと考えており、本市の魅力を受け継ぎ創造を続けるともに、まちづくりを進めるとともに、特色ある多様な地域の魅力を高め、各エリアがネットワークで結ばれた都市構造など地域全体の持続性を目指してまいりたいと考えております。恐れ入ります。6ページをご覧ください。第4章、持続可能な都市構造と地域の将来像でございます。まず括弧1、各地域の分類の考え方として、エリア分けして住みやすくビジネスがしやすい環境を整えることは良い。それぞれのエリアのつながりを持たせることで活性化させていくという視点が大事。周辺地域の活用を考えることが本当の京都の発展につながるといったご意見とともに、食住一体となった京都の都市構造からするとそもそもゾーニングの考え方が合わないといったご意見もいただきました。今回のプランでは各市内各地域の関係性も考慮しながら、市内全体を5つのエリアに分類しており、周辺も含めてそれぞれの地域ごとに役割と特性を踏まえ、地域全体の持続性の確保を目指してまいります。また食と住が共存するなど京都の町の魅力を踏まえて、地域の特色をつなぎ重ね合わせてまちづくりを進めてまいりたいと考えております。次に括弧に、各地域の将来像と暮らしのイメージに関して、まず広域拠点エリアについて、都市活力を牽引するエリアに暮らしや地域コミュニティと共存しながらを追記したことは大切なことといったご意見や、文化芸術を基軸とした町、都市部での緑化空間といったご意見もいただき、地域中核拠点エリアには特に周辺部について地域中核拠点エリアを中心に町が良くなっていくことを期待するなどのご意見をいただきました。おせます7ページをご覧ください。日常生活エリアにはスーパーや病院が近くにあり、これからも便利に暮らせる街であってほしいといったご意見。ものづくり産業集積エリアには、工業地域はものづくりのしっかりとものづくりのための土地として活用してほしい。働く人にとっても快適な場所、便利で快適な場所になるとありがたいといったご意見。緑豊かなエリアについては、京都はとてもコンパクトである分、緑豊かなエリアにも人が活用する場所の可能性を多少見出せるようにしておいてもらっても良いのではないかといったご意見をいただきました。いただいたいずれのご意見につきましても、本プランに掲げる各地域の将来像と暮らしのイメージに即して、実際に各地域で暮らし様々な活動をされている住民の皆様がいただいた貴重なご意見でございまして、プランの推進にあたって今後とも十分に参考にさせていただきたいと考えてございます。8ページでございます。学術文化交流創造ゾーンに関するご意見として、京都の魅力を存分に活用できる面白いアイデアであり期待している。京都でこそ可能な持続性のある街づくりの姿だと思うといったご意見のほか、京都らしくて非常に良いと思うが、エリアを定めない点が少し分かりにくく市民任せな気がする。伝統産業などの魅力が伝わるようなことを広めていってほしいといったご意見もいただきました。本市としましては、歴史や文化、大学、観光、産業といった京都ならではの特性を存分に生かして、新たな魅力や価値の継承創造を目指すとともに、将来にわたり京都の街を大切にする市民や事業者、専門家などともに学術文化交流創造ゾーンを生み出していきたいと考えております。そこで地域の隅々にまで地域支援が息づく本市の特性も踏まえ、あらかじめゾーンの形成を目指す場所を定めず、例えば大学の周辺などさまざまなところで特色ある地域のまちづくりを目指すとともに、その取り組みについては積極的な情報発信も行いたいと考えております。恐れます。次に9ページをご覧ください。第5章、プランの推進についてでございます。括弧1、まちづくり条例について、土地利用の指針として行政が押し付けるのではなく、市民、事業者、行政の共同で進めることは大事だといったご意見をいただき、
本市としましては、まちづくり条例に規定するまちづくりの方針に本プランを位置づけ、事業者による開発構想に本市及び市民の意見を反映させ、共に良好なまちづくりを推進したいと考えております。次に括弧に都市計画手法の活用についてでございます。京都が培ってきた文化、首都産業などが今後も引き継がれていくように、都市計画の面から応援してもらいたい。土地利用の誘導のため地区計画などの手法を検討すべきなどの意見のほか、エリアによって土地の用途を決めてしまい、規制を外したり住民の意向を無視したまちづくりが危惧されるといったご意見もいただきました。まだ現在新景観政策のさらなる進化検討委員会で議論をいただいている景観について、本プランの内容に関するものとして20年30年後の京都の姿を見据えて高さの緩和はやみこみにすべきでない、周辺部の景観規制は緩めてほしいなどのご意見をいただきました。本市としましては、プランをまちづくりの指針として位置づけることにより、都市計画の決定や変更など地域全体を見渡し、地域特性を踏まえて将来像を見据えた土地利用の誘導に取り組み、持続可能な都市の構築を目指してまいりたいと考えております。次に立地適正化計画の活用について、都市機能誘導区域を設定することは働ける場所を増やすためにも良いこと、居住誘導区域を都市全体で考える方向は良いといったご意見とともに、土砂災害警戒区域や浸水想定区域といった地域は居住誘導区域から除くべきといったご意見もいただきました。本市といたしましては、立地適正化計画について都市特性を十分に踏まえ、公共施設整備を伴うオフィスの誘導など産業の活性化や働く場の確保とともに、生活サービスや地域コミュニティの確保などを目指す手法として活用したいと考えております。また災害への備えについても、地域の防災度が重要との考え方のもと、土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン以外のイエローゾーンや浸水想定区域を居住道区域に含めており、水害ハザードマップを本プランでも周知するなど防災施策との連携を図ってまいります。括弧3、各種関係分野の諸計画等との連携につきましては、さまざまな計画や市の施策を組み合わせて全体で取り組むことが必要といったご意見をいただき、次の具体的より具体的な地域のまちづくり方針等との連携には、自分の住んでいる地域について気軽に意見を出せる環境になってほしい、各地域の課題に応じたまちづくりを進めてほしいといったご意見をいただきました。さらに、みんなで進める、みんなで目指す京都の町の将来像には、日本の文化に満ちた都市なので、これからも人口140万人規模の大都市であってほしい、地域の拠点を設定して終わりではなく、今後の社会の動きに柔軟に対応し、強み弱みを見ていってほしいといったご意見をいただきました。本市といたしましては、本プランの推進にあたり、関係分野の計画や施策、各地域のまちづくり方針等と連携を図ることはもとより、さまざまな指標を用いてプランの進捗状況を共有し、市民事業者の方々ともどもにまちづくりを推進していきたいと考えております。最後に、その他6その他に記載しておりますようなさまざまなご意見につきましても、今後の参考にさせていただきます。以上、市民の皆様の主なご意見とご意見に対する本心の考え方についてご説明させていただきました。恐れ入りますが、別紙3、持続可能都市構築プラン案をご覧ください。こちらのホッチキゾムの冊子の方でございます。このプラン案は、市民や事業者など多くの皆様と共にまちづくりを進められるよう、前回まちづくり委員会でも報告させていただいた素案の内容を踏襲し、できる限りイラストや関係データなどビジュアルも用いて取りまとめております。またただいま報告させていただきました市民意見募集結果も踏まえて、内容記載を充実などしており、その主な点についてご説明をさせていただきます。まず1点目でございますが、表紙をご覧ください。プランの名称について、素案では京都持続可能な都市構築プランのみでございましたが、京都ならではのプランとして、その下に歴史と文化を未来に受け継ぎ新たな価値を創造する街づくりを付記してございます。1200年を超える歴史や文化を大切に受け継ぐこと、それからこれからも新たな価値を創造し続ける街づくりを目指すことを示しております。次に2点目としまして、25、26ページをご覧ください。学術文化交流創造ゾーンでございます。京都ならではの持続性を目指す象徴的な項目の一つとして、京都を大切に市民や事業者の方々ともどもに
市内各地で多くのゾーンが生み出されるようできるだけ分かりやすく記載内容を整理してございます。特に26ページの一番下のところには本ゾーンにおける街づくりについて積極的に情報発信していく旨を追記をいたしました。最後に3点目として32ページをご覧ください。みんなで目指す京都の街の将来像の実現に向けてプラン素案ではモニタリングの指標の項目名のみ例示をしてございましたが、今後ともプラン策定に伴う効果を把握しやすくするため主な現況数値を補足しております。これらのほかできるだけ分かりやすく文言の整理や追加などを行い、さらに51ページ以降でございますけれども各種関係データ集、これについては最新の内容に更新をさせていただいているところでございます。恐れ入りますが、まちづくり委員会資料の2ページにお戻りください。最後に今後の予定でございます。本日のご報告をさせていただいた上で、今年度末までに都市計画委員審議会における意見聴取も経てプランの策定を行い、4月からは周知を図ってまいりたいと考えております。また立地適正化計画制度に基づく届出制度の部分は半年の周知期間を経て本年10月からの運用を予定しております。なお次の3ページには参考といたしまして都市計画審議会に設置した検討部会の開催経過を記載し、その裏面の4ページには昨年8月に実施をさせていただきました市政総合アンケートの調査、それから9月に実施をしましたプラン骨子案への意見市民募集の経過を記載しております。報告は以上でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。はい、何か質問はございませんか。西野委員。すみません、この問題についてはこれまでもずっと議論させていただいていますので、ちょっと追加でちょっと疑問点だけお聞きしたいというふうに思うんですけれども、この案の冊子のね、28ページなんですけれども、第5章でプランの推進ということがあるんですけれども、この中に書かれている都市機能誘導区域ですね、金融支援や税制優遇などを受けられる都市機能誘導区域を定めますというふうに書かれているんですが、この中身ですね、金融支援だとか税制の優遇、この具体的な内容はどんなふうになっているんでしょうか。吉住担当部長。はい、ありがとうございます。これは基本的には国の全国制度ということでございまして、その内容の説明になるんですが、例えば金融支援でありましたら、いわゆる民間土地開発機構、いわゆるミント機構からの金融支援ということで、いわゆる出資が受けられるというのがございます。それから、税制優遇につきましては、例えばですけども固定資産税、これについていわゆる公共貢献した部分の固定資産税が一定期間、軽減されるといった内容になってございます。以上です。西野委員。分かりました。その、一定期間っていうのは大体どれぐらいなんですか。吉住担当部長。5年間でございます。西野委員。5年間は優遇を受けられると。でその優遇を受けた場合はね、そこから何年間はそこにいなあかんとか移動したらあかんとか、そういうふうな制限というのはあるんですか。吉住担当部長。制限といいますか、いわゆる誘導区域内で誘導施設を作られまして、それを廃止する場合には届け出をいただくと、こういった制度になってございます。西野委員。そこに例えば事務所だとか研究所なんかのオフィスが移転してきたと。で、そこで優遇を受けました、その優遇を受けている間は移転できないとかね、5年間はそういうことは何もないわけですか。吉住担当部長。特にそういった縛りというものはないというふうに理解してございます。分かりました。西野委員。すみません、分かりました。それとね、もう少し下に書かれているんですが、立地適正化、適正化制度についてなんですけれども、その都市機能誘導区域とそれと各拠点にふさわしい都市機能の誘導区域
というふうに分けられているんですけれども、これは、何がどう違うんですか。吉住担当部長。はい、この立地経済計画の、都市機能誘導区域、これにつきましてはいわゆる、田の字を中心とする、都心のエリアでございます。それと洛南新都を対象にしてございます。これは法律に基づくものと。で、誘導する対象の用途はいわゆる、オフィスということ。ただそのオフィスについても一定公共貢献とか市民へのオープンスペース、これ要件としてございますけれども、それを、誘導していくと。で、金融支援が受けられる、税制優遇が受けられるということで、都市機能誘導区域のはそういう形になってございます。一方で各拠点にふさわしい、誘導区域という方につきましては、これは京都市、独自といいますか、このプランでちょっと検討しているといったものでございまして、考えとしましては地域全体の活性化、各地域の周辺も含めた活性化が重要であるということで、各地域中核拠点、今回27箇所定めでございますけれども、こちらについてこれはあらかじめ用途を先に決めてしまうんでなくって、各用途地域の特性に応じて何が必要かということを考えながら今後進めていきたいと。それでしっかり誘導も検討していきたいと、そういった内容でございます。西野委員。そうしましたら、この拠点にふさわしいというふうなことが書かれているんですからけども、その拠点拠点によって何がふさわしいかというのはこれから決めていくということなんですね。いろんなふさわしい機能はそれぞれ違うというふうに思いますけれども、それは市民とのそのいろんな協議だとか、そういったことで決めていかれるということですか。吉住担当部長。はい、この拠点エリアは非常、ある意味広いといいますか、エリア、ゾーニングしてますけども、境界をはっきり決めないにしましても、基本的には拠点の駅に対する、徒歩圏というのがイメージでございます。それでも結構広いエリアございますので、拠点の中でもいろんな、事情といいますか、場所性はあると思いますが、基本的な問題意識としましては、この、プランの方でも17ページの地域中核拠点エリアのところに記載してございますけれども、やはりそういう、高層結節のにぎわい、これをしっかり守っていきたい、あるいはその定住人口の求心力となるような場所として魅力を上げていきたいということでございますので、そういった用途に資するような機能について、何が必要かということはしっかり見ていきたいと、検討も地域の方でしていただきたいというふうに考えているところでございます。西野委員。それと市民の意見の中にもあったんですけどね、居住誘導区域、ここについて、土砂災害警戒区域だとか浸水想定区域、これを居住誘導区域とするのはどうかという意見がねありましたけれども、ご説明の中でも読み上げていただいたんですけれども、これをね誘導区域に入れるということ、私もどうなのかなというふうに思ったんですけれども、市が誘導したから済んだのに災害が起こったじゃないかというふうに言われるような恐れがないのかというふうなことも思いますし、もうすでにね済んでおられるところが、レッドゾーンの場合もあるし、イエローのところはもう本当に多いわけですけれども、そういった場合にね、誘導区域というんじゃなくって、もう住んでおられる方については危険を知っていて、知っておいていただいて、いかに早く避難するかというふうなね、そういうハザードマップの中身もありますけれども、そういったことではそれは一方であるんですけれども、やっぱり危険なところはできるだけ省いていくみたいなね、そういうことが必要なんじゃないかなと私は思うんです。例えば周辺部、山の近くのところではね、結構この災害が多く起こったりしてますし、広島なんかでは本当に土砂災害かなりきついね、ひどい災害がありましたから、そういった意味ではやっぱりできるだけそこのところを省いていく、そしてそこにもし何か建てる場合などはきっちりとそれを防御できるって言いますかね、それ届け出だけじゃなくって、そういう施策をちゃんとしているかどうかということをね、許可条件にするとかね、そういうことも考えに入れる必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。吉住担当部長。はい、本プランでもその、ご紹介ございました水害ハザードマップ、これについてはこの39ページ40ページの方でしっかり周知をしていくということでございまして、これご覧いただきまして分かりますように、デッドゾーンについては今回居住区域から外してございます。でこれについては外していくということですが、イエローゾーンと浸水想定区域、非常にこう山に囲まれた町ということでございますので、山際までこう
まあ、住宅がしっかり張り付いているといった状況もございます。お住まいがあると。一方でこう浸水想定区域、大きな川がまあ3つ流れてございますので、やっぱり市内こうかなり広いエリアで浸水想定区域があるということでございますので、なかなかその居住区域から外していくというのはいろいろ課題はあるかというところ。それと逆にですね、まあ積極的な趣旨からしましたら、やはりあの市民からのご意見もあるんですが、やっぱりこう地域の防災力、これがやっぱり大事であろうというおっしゃっていただきますので、このまあ居住道区域についてはから外すのはまあレッドゾーンで、その他の地域は居住区域、誘導区域に入れますが、しっかりまあこういうハザードマップとか周知する、あるいはその防災施策との連携をしっかりする中で、しっかりまあ地域の防災力を高めていくと、そういった方向で検討を進めてまいりたいと考えてございます。なおあのレッドゾーンにつきましては建築上の規制がいろいろかかっているという部分もございます。以上です。西野委員。すみません、もうこれで終わりにしますけれども、今住んでおられるところはね、仕方がないと思うんですよ。 ただ新たにそこに建築するとかね、そういう場合についてはやっぱりしっかりとした施策がなければダメだということをね、届け出ということになっているのでね、そこのところをねしっかりと規制をしていただく、安全対策がどこまでできているのかということがね、やっぱり必要かなというふうに思いましたので、ぜひそこのところを検討していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。終わります。はい、他にございませんか。はい、なければ次に新計画政策のさらなる進化に関する市民意見募集の結果についての報告を聴取いたします。理事報告願います。山本都市景観部長、着席して説明してください。ありがとうございます。それでは新建化政策のさらなる進化に関する市民意見募集の結果につきましてご報告をいたします。配布資料はまちづくり委員会資料のほか、市民意見募集の冊子をお配りをしております。それではまちづくり委員会資料1ページをご覧ください。新景観政策は策定当初から時代とともに刷新を続ける進化する政策であることが求められています。本市では社会情勢の変化を勘案し、新景観政策のさらなる進化を検討するため、昨年7月に京都市新景観政策のさらなる進化検討委員会を設置し、議論をいただいているところでございます。3月6日に開催されました第5回検討委員会におきまして、市民意見募集の結果を踏まえて答申の取りまとめに向けた議論が行われております。その概要についてご報告いたしたいと思います。まず1、市民意見募集の概要についてでございます。括弧1、募集期間につきましては平成31年1月10日から平成31年2月12日火曜日までの1ヶ月間で、括弧2、周知方法につきましてはホームページ掲載、市民新聞各版1月15日号に都市計画ニュースの挟み込みを行ったほか、市役所案内書、各区役所、支所、出張所等での配下、各大学、建築不動産経済等の関係団体などにも広く周知を図ってまいりました。括弧3、意見募集結果についてでございます。あ、意見書数および意見数でございますが、意見書数157つ、意見数にして472件の貴重なご意見をいただきました。い、ご意見をいただいた方の属性につきましては別紙1をご覧いただきたいと思います。1、性別については男性 51%、 女性 29% となっており、2、年齢については幅広い年齢層の皆様からご意見をいただき、40歳代の方が 22% と最も多くなっております。3、お住まい等については市内在住の方が 61% となっております。恐れ入ります。まちづくり委員会資料にお戻りいただきまして2ページをご覧いただきたいと思います。ご意見の内訳につきましては、新景観政策のさらなる進化の考え方案の章立てに沿った形で分類をしておりまして、全体に関することが91件、2、京都市の景観政策に求められるものについてが63件などとなっております。続きまして、ご意見の内容につきましては、
別紙2に取りまとめておりますので、恐れ入りますが別紙2をご覧いただきたいと思います。まず1、全体についてでございます。政策の進化に賛同という趣旨のご意見といたしまして、規制から創造への進化に賛同する、社会経済情勢の変化に応じて景観政策を進化させることに賛成といったご意見をいただいております。地域特性に応じた政策の進化が必要という趣旨のご意見として、規制を堅持すべき地域と緩和しても良い地域を的確に見据えながらバランス感覚を持ち、さらなる進化を進めてもらいたいといったご意見をいただいております。慎重な対応が必要という趣旨のご意見といたしまして、新景観政策の基本方向を堅持し、安易な高さ規制の緩和につながる対策は採用しないことを望むといったご意見をいただいております。規制を緩和するべきではないという趣旨のご意見といたしまして、10年でやっと効果が出てきたところであり、もう少し時間が経ってから見直すべき、現政策は住民から賛同を得ており見直す必要はないといったご意見をいただいております。規制を強化すべきという趣旨のご意見といたしまして、現状の景観政策に賛同し、むしろ一層の規制を求めるといったご意見をいただいております。2ページをご覧ください。次に2、京都市の景観政策に求められるものについてでございます。括弧1、優れた景観の新たな創造へのご意見として、京都にしかない魅力、京都でしか創造できない文化をより深く考えるべきといったご意見をいただいております。括弧2、都市計画と連動した持続可能な都市の構築へのご意見といたしまして、子育て世代、若者世代が住むことができる場所、食住近接の働く場所を作り出せるような土地利用の誘導が今まさに求められているといったご意見をいただいております。括弧3、地域の景観や都市機能の特性に応じたきめ細やかな対応へのご意見といたしまして、世界の歴史的都市は旧市街と新市街を明確に区分けをしている、歴史的都心地区の品格を損なってはならないといったご意見をいただいております。括弧4、地域のまちづくりに取り組むコミュニティ等との共同へのご意見といたしまして、住んでいる人々が守り続けてきた景観であり、住民の立場の景観政策が求められている、あるいは地域とともに作り上げるというスタンスとそのプロセスの構築が重要といったご意見をいただいております。括弧5、さまざまな都市ビジョンのもと、総合性と実効性を確保した都市デザイン政策へのご意見といたしまして、京都には友禅や織物などさまざまな職域で美しい文化を支える人々がおられ、この美意識の上に新しいビジョンを提案推進できる場が必要といったご意見をいただいております。3ページをご覧ください。次に3、政策の進化における基本的な考え方についてでございます。括弧1、京都の景観の守るべき骨格の堅持充実へのご意見といたしまして、寺院神社の由緒ある景観の維持に努めていただきたい、町のどこからでも三方の山と空が見えることが京都の景観の特徴であり、建物の高さを制限することが大切といったご意見をいただいております。括弧2、地域ごとの機能と景観特性を考慮した空間利用への姿へのご意見といたしまして、周辺部のブランドを高めて市全域を魅力的な街にしてほしい、持続可能な都市構築プランと連動し、地域中核拠点ではにぎわいや働く場、住む場所を誘導するため高さ規制の見直しを行うべきといったご意見をいただいております。括弧3、都市機能や広い意味での公共貢献を含めた優れた計画の誘導へのご意見といたしまして、敷地内に歩道と一体となったオープンスペースを設けたり、建物の低層部ににぎわい施設を設けることで歩いて楽しい街並みを誘導してはどうかといったご意見をいただいております。括弧4、地域コミュニティの活動やエリアマネジメントとの連動へのご意見といたしまして、景観づくりに主体的に取り組む住民組織が増え、その活動が進展するようさらなる支援と連携を強化してほしい、あるいは景観政策に現場の声を反映するため
政策立案のプロセスに地域の住民組織等が加わることを検討してほしいといったご意見をいただいております。4ページをご覧ください。4、具体的な施策展開例についてでございます。括弧1、持続可能な都市の構築に向けた優れた景観の誘導へのご意見といたしまして、高さ規制の特例許可はするべきではないという趣旨のご意見といして、高さ規制の緩和には反対、あるいはどこのエリアであっても高さ規制を緩めることは京都市全体の景観を台無しにしてしまうといったご意見をいただいております。次に地域特性に応じた制度の運用に関するご意見といたしまして、お池通りでは31メートルにスカイラインを揃えて東山の眺望を確保するとともに、15メートルの高さ規制を実施している植樹共存地区の景観と住環境を確保する必要があるといったご意見をいただいております。特例許可の運用に関するご意見といたしまして、有料だ計画にインセンティブを与えることにおおむね賛成だが、有料な計画か否かの判断は誰がどのように行うのか、精緻な制度設計が求められるといったご意見をいただいております。5ページをご覧ください。括弧2、デザインの創造性を発揮できる仕組み作りへのご意見といたしまして、規制により生まれたデザインより創造によって優れたデザインが生まれてくることになることを期待する、現状の規制ではとりあえず条文にさえ合わせれば良いという考えが先行しており、実際に京都の街並みを守れない状況も見受けられているといったご意見をいただいております。括弧3、地域に応じたよりきめ細やかな景観形成のご意見といたしまして、両側町の通りを挟んだ規制の違いは是正すべき、あるいは幹線道路のすぐ裏の通りからは町屋越しに高層建物の裏側ばかりが見える、直接面していない通りからの景観に配慮を促す基準としてもらいたいといったご意見をいただいております。括弧4、関係政策や地域の活動との連動へのご意見といたしまして、町づくりの担い手の育成に関する具体的施策の充実をしてほしいといったご意見をいただいております。6ページをご覧ください。5、その他のご意見ご提案でございます。観光と市民生活に関することといたしまして、ホテルが建設され周辺住民は景観眺望等で迷惑が増えている、京町屋等に関することとして、京町屋などの歴史的文化的な景観を保持するため市が財政的な措置をするべき、広告物に関することといたしまして、京大周辺の建て看板のような文化的表現物については規制しないでほしい、その他のご意見ご提案といたしまして、空き家対策を推進するべき、無電柱化を推進するべき、夜間景観に関するガイドラインを作成してはどうかといったご意見をいただいております。意見募集の方法についてといたしまして、具体的な提案がないので答えられないといったご意見も頂戴いたしました。続きまして第5回新景観政策のさらなる進化検討委員会での委員のご意見につきましては、別紙の3に取りまとめておりますので恐れ入ります。別紙3をご覧いただきたいと思います。市民意見募集の結果につきまして委員の皆様からさまざまな意見を頂戴いたしております。今の景観政策が多くの市民に支持されていることを真摯に受け止め、今回のさらなる進化にも理解を得ていくことが大切、地域特性に応じた進化については一定の理解をいただいている、あるいは京都の景観を守ってきた人たちの取り組みを理解した上で各地域で何を守り何を変えていくのか具体的な議論を進めることが大切、また山が近くにあって空が見えるなど京都を良くしていきたいという思いは共有されている、高さについては面的には風致地区や美観地区は厳格に守る方向でこれまで議論しており、その点は十分に伝えていく必要があるといったご意見をいただいております。持続可能な都市との関係につきましては、持続可能性は現状のまま維持することではなく将来を見据えて時代に応じて変わっていくということである、
あるいは工業社会から知識社会に変わるなど大きな社会的変化が起こっている時代に持続可能な都市を目指して京都がどうあるべきかを考えなければならない。欧米の先進都市は郊外の再生や工業地帯の土地利用転換等を通して持続可能な都市を構築してきたといったご意見をいただきました。進化の方向性につきましては、持続可能な新しい社会の在り方を展望した上で個々の地域の景観の在り方を考えることが重要だ、あるいはこの10年間の景観政策は守るものがはっきりしており合意が得られやすかった、さらなる進化は作り出すための景観のビジョンであり、みんなで新しいものを共有していくプロセスが重要である。またビジョンを示すことが必要である。問題への対応だけでなく自分たちはどうしたらいいの、どうしたいのかを考えていく街づくりが必要。また対話型の街づくりは今後の土地デザインの大きな柱になってくるといったご意見をいただきました。第5回新景観政策のさらなる進化検討委員会での委員のご意見は以上でございます。恐れ入りますが街づくり委員会資料にお戻りいただきたいと思います。最後に、2ページ、2今後の予定でございます。平成31年3月19日に第6回委員会を開催し、4月頃に委員会から京都市へ答申書の提出をいただく予定をしております。説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、何か質問はございませんか。お一人ですか、他いらっしゃいませんか。はい、お二人。それでは質疑につきましては午後1時から始めますので、それまで暫時休憩いたします。